暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。ミニマリストさんの部屋みたいになるにはどうしたらいいのかな。全然シンプルにならないよ。ぷーちゃん、ミニマリストさんのものの選び方を実践してみたらいいんじゃないかな。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はミニマリストに学ぶものを厳選していく方法というテーマについて、ミニマリストたけるさん著、月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術をもとに考察していきます。例えばミニマルな暮らしは憧れるけど、自分の暮らしは生活感にあふれてシンプルにならない、そんなお悩みに心当たりはありませんか？今回ご紹介する考え方を知らないとシンプルな暮らしには程遠いままです。しかし、この動画の内容を実践していただくと、ミニマリストが実際行うものの持ち方を取り入れることができるでしょう。このチャンネルでは、暮らしを良くする有益な情報をたくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、具体的な方法を解説していきます。今回取り上げるのは、ミニマリストたけるさんの著書、月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術。 YouTuber としても活躍するたけるさん、本書では数々のミニマリストやお片付けを取材する中で学んだこと、またミニマリストが厳選するこれは絶対持っておくべきという愛用品を45個紹介されています。一言で言うと、時間を無駄にしない物の持ち方をするです。たけるさんが様々なミニマルライフを取材する上で見えてきたこと、それはミニマルライフを送る人々は悩み、ストレスから解放されるためにその生活を選ぶということでした。ストレスの種になるのは暮らしそのもので生じる余計な時間、お金であると主張するたけるさん。そこから整理整頓、収納など片付け、家事はやらなくていい手段を取るべきとのこと。逆に無駄な片付け、家事をなくせば自由が生まれるということです。では、どうやって片付けの手間をなくすのか。たけるさんは持ち物を減らすことだと主張します。ただ、何でもかんでも減らせばいいということではなく、本書で見られるのは時間、お金を無駄にしない物の持ち方にフォーカスすることです。今回はミニマリストの物の厳選の仕方についてさらに見ていきます。本日のお品書きはこのようになっています。ミニマリストに学ぶものを厳選していく方法について3つのポイントにまとめてみました。部屋がシンプルになるプラマイ要素、家事が楽になる必要なもの、いらないもの、物が一番喜ぶことをする。それでは参りましょう。まずはじめに、部屋がシンプルになるプラマイ要素について解説していきます。数々のミニマリストを取材したたけるさんは、すっきりする部屋の秘訣を次のように挙げています。 1. 置かない、 2. かけない、 3. 敷かない。ここでは特に置かない、かけないについて取り上げます。 1. 置かない、主に床に物を置かないことが該当します。床面積が広ければ部屋に開放感が生まれるとたけるさん、またこれを行うことで掃除がしやすい環境になります。 2. かけない、主に壁にかけないことが該当します。たけるさん曰く、バラバラな配色のものをたくさん飾ると雑多な部屋になるとのこと。また部屋に置かないルールが身についたら、物を買ってシンプル部屋をさらに演出できるとたけるさん。たけるさんが挙げるシンプル部屋を演出する要素は次の3つです。1. 白を多めに、開放感は白色を多くすることで演出できると言います。 2. 木のぬくもりをプラス、白だけだと無機質すぎて寂しいので木製家具を入れるとのこと。 3. 緑をプラス、癒し要素としてさらに観葉植物を取り入れると言います。このように開放感があり、心豊かさ、癒しも演出できるシンプルな部屋の作り方、ぜひ参考にしてみてください。続いて、家事が楽になる必要なもの、いらないものについて解説していきます。
先ほどすっきりする部屋のルールで置かない、かけない、敷かないとありましたが、ここでは敷かないに関した内容をご紹介します。敷かないについてタケルさんはマットがあると掃除の手間になることを主張します。タケルさんが敷かないとするものは次のように挙げられます。キッチンマット、バスマット、トイレマット、玄関マット、ラグ。特に水回りに敷かれたマットはホコリ、汚れがたまりやすく衛生面でも問題があるとのこと。つまり余計な掃除の時間、手間が増えるということですね。タケルさんはこれらはなくても問題なく過ごせると語ります。しかし本書ではこのマットは敷くべきというものも提案されています。皆さんは何のことだかわかりますか？それは洗った食器を置くための水切りマット。洗った食器を拭くという家事をなくすために取り入れたといいます。マットの上で食器を自然乾燥させるのにちょうどいいとのこと。このようにタケルさんのものの選び方とは、余計な家事を増やさない仕組み作りとして本当に必要なもの、なくても問題ないものをかなり厳選しているということでした。最後に、物が一番喜ぶことをするについて解説していきます。ミニマルライフとは、物を捨てることをモットーにしているのではなく、本当に必要なもの、大切な最低限のものを選び取ることがメインです。そしてタケルさんの物の持ち方は、物一つ一つについて意味や役割を担い所有している、そして愛情を持って大切に扱っていることが伺えます。タケルさん曰く、物が一番喜ぶこととは、見る、触れる、使うこと。つまり物の役割をしっかり味わい、使うためにあるものはしっかり使います。それが物に対する愛情表現であり、執着の気持ちはいらないわけです。例えばタケルさんはミニマリストの部屋以外にお部屋の片付けも取材しています。そこでよく見られるのは、使わないものが収納に詰め込んである状況。ではこのお部屋に物が詰め込んであるというのは、果たして物への愛情がもたらした結果でしょうか？おそらくもったいないという物への執着の方が強いですよね。物がたくさんあることで、一つ一つに対しての思いは雑になるなら、物を減らすことは必要になってきます。ちなみにタケルさんが物に愛情を示す一つの考え方として、持っているものについて熱く語れるかどうかということを挙げています。それは本書で取り上げられた45個の物たちも全て該当すると見受けられます。物が喜ぶことは、しっかり役割を味わい使うこと。今一度見直していきたい考え方ですね。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、物を置かないルールでスッキリ部屋は作れるということ。次に、当たり前で置いていたものは余計な家事を増やすかもということ。そして、使わず保管することは物が喜ぶのか考えるということでした。本書ではタケルさんも実際使っているものが45個挙げられていますが、その一つ一つについて、なぜ持っているのか、どこが使いやすいのかということが随所に語られ、それが家中に行き届いている印象でした。ミニマリストになりたい人でも、そうでなくても取り入れてみると、シンプルで心豊かな暮らしに近づけるかもしれませんね。この動画を見ているだけでも、あなたのお片付けへの意識は十分高いです。ぜひ自信を持って片付けを進めてみてくださいね。以上で、ミニマリストに学ぶものを厳選していく方法の解説は終わりです。人は一回聞いただけでは忘れてしまいます。なので、この動画をぜひ繰り返しご覧いただき、日常に取り入れていきましょう。また概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているので、チェックしてみてください。
それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。